はい、今回は河野太郎のマイナカードの設計不良についてですね、その問われた時の発言ということについて、考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。こちらのですね、発言というのはかなり違和感がありまして、少し前の話なんですが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですし、違和感から最後はですね、面白いこと言ってんなっていう、そういったことを考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まずどういったことかっていうと、この週刊新潮の記事あるいは記者にですね、マイナカードの設計不良、マイナンバーカードの設計不良について問われたんですね。この河野太郎っていうのはデジタル庁の大臣なわけなんで、答える義務があるんですよ、国民に対して。しかしそれを、コメントに値しないとかね、読むに値しないとか、そんなようなことを言って、何を言ってるんでしょうかっていうことを、多くの人が疑問に思いました。僕も、そう思います、言ってることが意味がわからないなと思うんですよ。で、この河野太郎とこの記者ね、週刊新潮の記者のこのやり取りについてちょっとね、要約して、お伝え、しようと思いますが、河野太郎がこの記事を読んだかどうかっていうのを聞かれた時に、コメントに値しない、読むに値しないって言ったのかな、読むに値しないし、コメントに値しないとかって言ってるわけですよ。で、そもそも皆さんも思うかもしれないんですが、読んだかどうかもわからない、後で言いますけど、これ読んでるんですよ。僕は読んでると思ってるんで、読んでるかどうかもわからないのにね、その読むに値しないとかコメントに値しないっていう、その発言自体がおかしいわけじゃないですか。で、この記者がですね、聞いたんですよ。河野太郎ではなく、事務の人は読んでるのかどうのかっていうのを聞かれたら、その事務が読んでるかどうかは知らないっていうことを、答えたんですよ。で、面白いのはここなんですね。河野太郎は前回も似たような記事が出ていたと答えたわけですよ。これを最後に、面白いっていうかあれですけど、面白いなと思って考えていこうと思うんですが、で、その面白い話っていうのもね、面白いと言っていけないのかもしれないけど、その前に何よりも日本国民の悩みっていうのがあるわけですよ。僕はこのマイナンバーカードっていうのは反対なんでね、全くその、そう作ろうとも全く思わないですし、わけわからない、そう思う根拠がこの後にあるんでお伝えしていこうと思うんですが、例えば国民は思うわけですよ。このマイナンバーカードっていうのはね、もし落とした場合とか紛失した場合は悪用されるんじゃないかとね、すべての情報が一つのものに入ってるってことで危ないわけじゃないですか。で、そのマイナンバーカードのセキュリティとかっていうのはちゃんと大丈夫なのかなっていう国民の懸念とか心配事があるわけですよ。で、それを、デジタル庁の大臣という立場にいる者がですね、本来は答える必要があるんですよ。なぜならこういったやり取りっていうのは国民が見てるからです。それに対してこのようなことを返答してるとね、読むに値しないとかね、コメントに値しないと意味がわからないじゃないですか。で、国民というのはやっぱ思うわけですよ。僕はもうこういうの思ってるんでね、相手にしませんけど、国民の個人情報が流出したらどうなるのかっていう話なんですが、これもし国民の個人情報が流出しても、これ一切責任を取らない可能性が高いんですよ。確かデジタル庁にそのような表記がありまして、一切は責任取りませんっていうふうに書いてあるんですよ。そういったところから、こういったものに、賛同しかねる人がいる、っていう話になるわけですよ。で、僕は反対ですよ。反対だから別に相手にもしてないですけど、例えば河野太郎の発言する、方針というか、方針というのは、こんなね、読むに値しないとか答えるに値しないとか、そんな話じゃないんですよ。で、もしセキュリティの面で、被害が出たら困るんで、設計不良かどうかっていうのは今調べていますとかね、あるいは、そういった心配があったとしてもそんなことはないんでね、大丈夫ですとか、そういうふうに答える、必要があると思うんですよ。だから大丈夫なら大丈夫だし、大丈夫でないなら大丈夫でないとかね、そういうふうに答えて、それであれば別にね、真摯にっていうか、当たり前なんですけど、デジタル庁の大臣だからね、そういうことだと思うんですが、河野太郎っていうのはね、その自分が発言した内容っていうのを国民がどのように理解するのかとかっていうのを、あんま思わないんでしょうね。あんま思わずに、こういう言ってしまえば横暴な発言をしているとは取れるんですよ。で、僕はその、皆さんも思っていらっしゃると思いますが、このマイナンバーカードっていうのは日本だけでなく世界の問題を考えると、世界ではマイナンバーカードっていうのは全く普及していないんですよね。ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリア、アメリカっていう国々ではですね、このマイナンバーカードっていうものは全く普及していないんですよ。
で、その外国では普及しない理由があるんですね。で、しかしなぜか日本ではこういったものを普及させようとしているということで、これっていうのは考えられることっていうのがいくつかありまして、政治的な思惑であったり、あるいはこのマイナンバーカードに関する利権であったりね、他にもいろいろあるんですが、そういったことが考えられる。だからこういったものを推奨していると考えられるんですね。で、最後に面白い話をするとですね、河野太郎はこのやり取りの中でこのようなことを言ったんですよ。前回も似たような記事が出ていると答えているわけですよ。あなた読んでるんじゃないんですかって。僕はこの人読んでると思いますからね。全部こういったあらゆるネガティブな情報も目を通していて、でそれに対してね、答えないようなスタンスを取っていると思いますので、非常に違和感があると思いますということで、僕はこのマイナンバーカードっていうのは反対なんでね、このマイナーカードの設計不良だなんだとかって言われてますけど、外国でもね、波及していないですし、そもそも必要がないと思ってるんで、おかしいこと言ってるなと思いますということで、今回はこの河野太郎のマイナカードの設計不良についての発言、そちらについて思うことということで、お話ししてみました。何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたしました。